伸びたままだと返してしまったり、こう当てにいかないといけないんだけど、伸びた状態からグーにするだけでおへその近くに引っ張り下ろすことが可能になってきます。そうすると結構体の近くに通るんで、その状態でストン。グーにすると手首が折れてますよね。そうすると上からこうかぶせたり、なんかこうプッシュするんではなくて、折れてるところを、ここをね、支点にこう起点にこうぐーっと返ってくる場所ができると。そうすると何が起こるかっていうと、右手は上からかぶることをやめて、フェイスをこうですね、下からこういう形で、フェイスアングルっていうのがもう本当下に向かないように、ゆったりとボールを運んでいくような状況になります。これはもう今の最近の大きな、ね、ドライバーのヘッドなんかではもう、こうね、ローテーションっていうよりはこうただのこうリリースっていう形がもう主流になっているんで、こういうふうにヘッドの動きが静かな方で運びたいと。で、ここが折れてくる起点になると何が起こるかっていうと、肩が開かないようなこうストッパーが効いてきます。ただし肩はストッパーなんだけど、手首はどんどん前に行ける動きになってるんで、ヘッドを走ります。そうすると肩の開きが少ない、肩を方向性に向けた発射台ですよね、発射台に向けたラインに出しやすくなると。ね、いいストッパーが効くとヘッドスピードが上がります。で、そのまま15度の開きを前提にこう肩をかぶ、フィニッシュを担いでいく。まあ、実際はまあドライバーで15度の感覚なんで、アイアンだとまあ5度から10度、結構そんなにグッと突っ込まないようにすると5度から10度ぐらいの開きの中でフィニッシュになっているのが一番動きの中では正解かなと思ってます。そのためにはこのね、グーパーグーパーですね、これができるようになってもらうとタイミングが取りやすいと。ね、もうここに何か紐がぶら下がってたら、こう握った時にグッと引きつけるタイミング、こういうタイミングが取れると伸びてる、折れてる、ね、よくプロの、ショットの中ではこういう動きが使われてます。ね、決してこう伸ばしたり折り曲げたりっていう動作ではないということの、開いて縮める。これだけでパーグーだけで一瞬で切り替えができるわけですよね。そのストレスもないし、そのタイミングとしても早めの切り返しができると。ここは少し練習してもらうと、ね、綺麗なトップから同じライン、シャフトのしなりが腕のしなりと一体感になってくるんで、このタイミングで体の近くを通せるような内容になってくる。ここは少しチェックをしてみてください。その時に体の開きっていうのが少しタイミングが取れて、開かない状態、肩が止まるストッパーになる動きがこの手首から発生してくるので、ここはつながってる部分なんです。ね、一つの流れも作らない限りはショットっていうのはなかなかうまく、作用しないと。